皆さんこんにちは瀬尾です。瀬尾順のレッツ話62回目です1996シーズンの話をしていますけど今回第10節です。4月27日なんですけどアウェーの横浜フリューゲルス戦だったんですけど浦和レッズ公演会これがですね船で荒川を下って東京湾を横断して横浜に乗り込むっていうアウェーツアーをやったんですね。 あのこのアウェーの応援ツアーっていうのは J リーグが開幕した1993年5月16日レッズの開幕戦ですアウェーのガンバ大阪戦にバスツアーを行いましたこれが講演会の初めてのツアーだったんですけどそれ以来ずっと講演会の中心的な活動としてやってきたんですね。 ではほとんどのファンサポーターは自分個人で行ったり仲間でこう車で乗り合わせて行ったりあるいは家族で旅行を兼ねて行ったりということでいろんな形でアウェーに向かったんですけどもうこの講演会のアウェーツアーってこう例えば応援は個人でやってるけどその行く道中はまあ仲間というか同じファンサポーターとの触れ合いが欲しいなとかあるいはなるべく安く行きたいとこれはまあ当然ですけどね。 それからホームにしか行ったことないんでちょっとアウェー一人で行くのは何だなあるいはこう夫婦2人だけで行くのは何だなっていう方々非常に好評でだんだん参加者増えてきたんですね。で特にあの、まあ、交通手段はもちろんですけど泊まらなきゃいけない場合は宿それから試合のチケットとか、まあ、全てがついてるんですけど試合会場についてしまったらそこで解散、まあ、解散というか。 どこで応援するとかっていうのは決まっていなくて、またその試合終わって集合時間に戻ればいいという。そこは自由なもんでですね。あの、いろんな応援のスタンスって違うと思うんですけど、そういう人たちも、あの、一緒なツアーで行けたということもありました。で、り旅行業法というのがありますから。あの、ツアーの主催は旅行会社なんですけど、企画は、レッツ講演会。そして、まあ、経費をなるべく落とす、下げるために。 添乗、えー、員みたいな、まあ、最低1人はあの旅行会社の人ついてくるんですけど、えー、バスの添乗員みたいな何台かに分かれる場合は講演会の,その運営員っていう人たちボランティアでその人たちが勤めてきたんですね私もあの、えー、何回か運営員だったんで添乗員という形で参加したことあるんですけどあのレッズを応援するっていうその共通点がある人たちと同じ空間にあの1時間2時間っているっていうのはね 心地いいもんなんなですね、はいまあでえー、この講演会のイベントを企画していたのはその今言った運営委員というボランティアの人たちなんですけどもあのまあ遊び心もある人いて時には絵っていう,こう枠をはみ出すようなアイデアも出されたんですね、えー、前も行ったことありますけど1994年の最終節あのホームなんですけど富山でありましたでまあホームゲームだっていうことで、まあ、あのなるべく多くの人に行ってもらいたいと。で講演会が 夜行列車をしかも仕立てて要するに専用列車ですねそれを仕立てて800人のツアーをやったりしましたねであのシーズン前にというか開幕前に日程を見て今年はどれどの試合でアウェーツアーをどういった形でやろうかって話し合うんですけどこの96年の最初の時この4月27日の横浜フリューウェルス戦を見てですねある運営員がこれ 船ででで行かないいって言い出したんですねであの会場三ツ沢球技場だったんですけどあの横浜駅から歩くと30分ぐらいかかりますかねだからちょっと遠いので浦和からバスで行くっていうツアーはありだと思うんですけどそのなんで <laughs> わざわざ船で行かなきゃいけないのとままああ私私ら私も運営やってて行転しましたあの当時湘南新宿ラインってなかったですけどまだ浦和から横浜までは電車で1時間半ぐらいだったと思います。 で運賃は往復で2,000円かからなかったとで,でこのツアーは船で行くと4時間以上かかるんですねで参加費はまあ往復で9,500円とさすがにこれこう成立しないんじゃないのっていう話もあったんですけど200人の店員に対してなんと申し込みが380人でもうやむなく抽選でそ絞らせてもらったとあの、まあ、企画する側も企画する側 で私はまあ賛同した側なんですけど参加する人も参加する大概だなと思いましたね、まあ、でもそこが楽しいところなんですよねでちなみにこうもっとこう大概な人がいてですね静岡の方なんですけど静岡から来る時に当然横浜通過するわけですよそして浦和まで来てまたあの船に乗って横浜に行ったという、まあ、そういう人もいましたで荒川水上バスというのがあ,のありまして そこを借り切って行ったんですね。で、えー、秋ヶ瀬桟橋というところから。百五十人乗りのこう大きなやつと、五十人乗りの、まあ、ちょっと小さめの、その二隻に分譲して。出発しました。あの、まあ、川は渡るわけですよ。渡るんじゃない下るんですね。渡るっていうのは、こう、こういうことですから、下っていくわけです。で、まあ、その間、快適なんですけど。東京湾に出ると、やっぱ、少し波があったのが揺れてですね、小さい方の船では。 あの船酔いしたた人もいたようなんですねちなみにあのゲストでトークショーをやってくれた名取淳さんも船酔いしたらしいんですね。で横浜港に近づくとあのみんな持っている旗を突き出してですねなんかハリネズミのようにあの横浜港でスポーツ新聞のカメラマンが待っていてくれたんでそこに映るためっていう感じで本当にねそれ壮観でした。 で横浜港からはバスで水沢球場に行って帰りはそのままそのバスでっていう帰りは船じゃないんですねそういうツアーだったんですで試合は7時半からでしたあのレッズイスターで今平日だと7時半からにしていますよねただ当時は普通ナイトゲーム平日7時からだったんですただこの試合 NHK 総合テレビで中継があったんですね NHK 総合のテレビで中継があるときは7時半からになるんですよ。あの NHK の7時のニュースっていうのはもう絶対に動かせないらしいんですね。NHK って非常にこうフレキシブルじゃないですか番組の編成がでもこれだけは動かせないということで、えー、まあ、NHK の中継があったからっていうわけじゃないんでしょうけどレッツは非常にアグレッシブに戦って前半7分に 広瀬修選手がフリーキックを直接決めてまず先制点で28分にバジル・ボリ選手が追加点を挙げましたで後半12分に岩瀬健選手が3点目上げるんですねあの岩瀬選手この試合非常に動きが良くて NHK の実況であの山本博史アナウンサー通称トラさんってわれてる言われてた方ですけど今法政大学の教授されてますが。 今日の岩瀬は切れてているってあ中継で、ね、言った後ででね後録画で見ましたあの岩瀬選手今年から大宮アルディージャの監督になりますけど、まあ、今でもね彼の名前を聞くとこの試合を思い出すほど私は印象に残っていますで後半29分に1点返されるんですけどその3分後に岡野正之選手が4点目を決めて4対1とちなみにボリ、えー、選手と、えー、岩瀬選手はレッズ加入初ゴールなんですね で岡野選手はシーズン初ゴールということで最高の一日で帰りました。